自民党が大炎上、自民党員が LGBT 法で激減、小野田公美ら批判、12日に産経新聞が自民党員が3万人減り109万人に、不採事件で不審招いた土台した記事を配信し、この記事に対して自民党の小野田公美議員が、いや、不記載はもちろん不審を招いてますけど、継続党員の手続きって夏頃からだから、 この件の影響はまだ出ていない頃 LGBT 法を通した後ですようちで激減したのはそこはちゃんと向き合って認めて猛請しようよなどと批判され自民党が大炎上してしまっております、まあ、こちら自民党の皆様 LGBT 法や政治資金問題また過激男子と批判を招くような事態が続いてしまっておりますが まあ、さらに、必要な仕事をしても、まあ、それは当たり前だとして、評価には結びつかないという事態も続いているように見えます。まあ、ですので、多くの国民に理解していただけるような分かりやすい目玉政策が必要なのかなとも思われますので、まあ、今後も汗をかいて努力していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。